ぱ忍者そこにずっといるみたいですね。ただ槍兵みたいにお金は生み出さないからそれがきついな。右側開拓で潰しに行きましょうか。おばあちゃんいつの間にか消えちゃいましたね。やっぱ人が足りなくなりますね。あ、来た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 。やばい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 。やばい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 。みんな逃げて。突破されましたね。いやー、また人が減った。これ、攻めてもらっちゃうか。多分この時間は 手薄だと思うんですよね。あー出てくんのか。頑張って。コイン置いとこう。よし。やっぱこのコイン置いとくことで回復するっぽいな。頑張って。あーやられた。逃げましょう。人の方がお金よりか重要だからな。対逆ですね。やっぱずっと見とく必要ありますね。早く帰って、お願いだから。とりあえずこれで攻め落としたいな。弓兵2人の侍か浪人か分かんないけど1人なんでいけるでしょう。これ壊せばな、人もどんどん増やせそう。置いとこう。頑張れ。あともう一息。大軍が来る前に。大軍来た。ああもうない。お金がないよ。よし、大軍も抑えた。よし、来ましたね。あー大変だった。丸一日かかっちゃったな。そうか、これ一度船で戻って最初のところでまた人員集めてってやり方もありなのか。これでん？ああ、これも壊れちゃったからか、忍者屋敷が。あれ、カタパルトになったな、今回。あ、毎回これ違うのか。忍者屋敷じゃなくなりましたね。あ、行った行った。カタパルト行った。やばそう。カタパルト行って。やばいな。ここ固めないときついですね。カタパルト。ああ、壊された。カタパルト撃った。ここきつ、あ、嘘。燃やされてる商人の家が。何それ。あ、カタパルトで燃えたってことだ。こっちは燃やしたのか。ここも強化しないとほんとすぐ壊されちゃいますね。あ、今度忍者屋敷になった。やっぱ毎回違う。これ、カタパルト無駄になっちゃうな。そこランダムなのか。ああ、いいですね。相当頑丈になってきてるけど。一応一人ぐらい忍者雇っとくか。
まあいいや、こっち側をじゃあ進めてこう、偏ってるんで、こっち側の領土をバンバン広げていきたいので、まあこっち側もなんとかなるでしょう、3人か大工は。あ、撃った。あ、いいですね。あ、強っ。当たると強い。この仮面は何でもないのか。朝一であそこの右の端のところまで強化して、さらに攻め込む準備だな。あ、フェラルか。フェラルじゃなきゃ赤い月ですね。あ、来た。まあ、こっち側だったら大丈夫でしょう。いっぱい来てるけど、おー、結構いますね。大丈夫かな。突破されそう。最悪の場合に備えてコインを。来た。うわ、最悪。なんとか助かったけど、人はでも死んでないから大丈夫かな。あ、戻りましたね。じゃあほぼ人員は大丈夫そうなんで、一気にここまで作っちゃおう。解いてもらいたいな。あー、移動してきてる。よし、頑張ってもらう。ここちょっと不安ですけどね。とりあえず強化してもらって、この後ろ側を固くしとくか。石で最悪壁がいっぱいあればなんとかなりますよね。これで石壁にして、この右のところを強い石壁にしよう。あ、なんか立った。これなんだ。あ、また忍者か。忍者いらない。正直忍者いらないですよね。よし、この大人数でとりあえず攻め込んでいきましょうか。こんだけいればいけると思うんですよね。ちょっとお金が大丈夫か。1,2,3,4 最大5人パーティーなのか。で、2組なんで8人はいますね。ここですね。ここに置いとこう。こんだけいれば結構早く倒せんじゃないかな。大量に出てくる前になんとかあれしてほしいんですよね。そっか。頑張れ。あー、出てきたな。頑張ってお金を。いけるいける。全然崩れないですね。多分大軍はもう明日の夜まで、夕方までは来ないと思うんで、今がチャンスですね。朝になった。いけいけ、一気にいけ。いや、硬いですね。カタパルトかなんか持ってこないと厳しいのかな。コインが結構きついかも。お金がなくなったら撤退しなきゃいけませんね。またラッシュ来たら厳しいな。お、行った。来ましたね。ん？あ、もう行けない。
おお。何これ。とりあえず行けた。中入ってもらって、これもう船乗せて最初の島に戻るか。なんかあの浮いてた石気になるけどな。なんか怒んのかな。弓兵も増やしとくか。なんかもうそんな必要ないな。あ、ヘラル？やばそうだなこれ。カタパルト、カタパルト全然ダメじゃないですか。やばい、崩されんなこれ。ここら辺にちょっとコイン置いてやっとくか。大丈夫だった。カタパルト。ああ、なんとかオッケーでしたね。まあいいや、それやっといてもらって。お、多いないんですけど偏りすぎなんですよね。負けたいけどな。もうこっち側は特に用事ないんで。あとは左側と船か。そうか、これ人偏るのも壁の数に関係してんのかな。だ平均的に均等にやらないと兵のあれも偏っちゃうのかもしれないですね。いった。これもし行くんだったらもうこれで船出航して最初のマップ戻っていろいろ解除したいですね。一度戻りましょう。はい。最初の島ですね。